よ。どうってこともないんだが、お前は何してたんだ。お、いいのか。悪いな。なるほど、部屋の片付けをね。今日はそんな気分になっちまうよな。俺もなんとなく気がついたらお前の家に来てたんだよ。で、あれが整理中の箱か。よし、それじゃ一丁手伝ってやるか。いや、お前の家に来るのも久しぶりじゃないか。隠し場所は相変わらずか。お、これって。懐かしいな。まだ持ってたのか、この望遠鏡。どうした？俺に？なんだよ一体。わあ、すげえじゃねえか。ああ、こりゃなかなかのもんだ。たまにここでぼーっと過ごしたりするんだろう。なるほどな。いや、俺にもわかる気がするよ。暖かくてなんだか落ち着くな。ニーニー、あれ、いないや。せっかく一緒にパーティーへ行こうと思ったのに。梅ちゃんと一緒にどっか行っちゃったのかな。ニーニーと梅ちゃんってば本当にいつも二人でいるもんね。